セレッソ大阪のファン・サポーターの皆さん、いつもセレッソ大阪に温かいご支援、ご声援をいただきましてありがとうございます。セレッソ大阪の代表取締役社長、堀島博明です。まだまだ新型コロナウイルスのこの厳しい状況が続く中、皆さんも大変不安に思われるという日々がすごく続いていると思っております。皆様ぜひご自愛ください。本題に入る前に、一つお詫びをさせていただきます。クラブはこの新型コロナウイルスの影響で4月18日の浦和戦を、最後にですね、本当にこう無観客の試合が余儀なくされておりました。まあ、そのような中、サポーターの皆様には、グッズ販売、そしてクラウドファンディングにおいて、大変多くのご支援をいただきました。まあ、クラブスタッフ一同、心より感謝いたしております。まあ、一方でですね、本来はこのようなクラウドファンディングは現状説明を皆様の方にしっかりとした上で実施をさせていただくものではありますが、まあ皆様からも順序が逆ではないかという多数のこのご指摘をいただきました。まあ皆様からいただいたこのご指摘はもうごもっともでありまして、クラブスタッフ一同大変重く受け止めております。この場を借りてお詫びをいたします。さて、本題に入らせていただきます。まあ、この前半戦の振り返り、そして、後半戦を皆さんと共に一緒になって戦っていきたいという思いを少しお話をさせていただきます。まあ、今年1月にこうチームが始動した中で、セレッソ大阪は育成型、またワクワクするサッカーをビジョンに掲げてまいりました。まあ、この育成型ワクワクするサッカーという中、戦ってきた中、まあ、この前半戦結果は18試合を終えて12位という結果になっております。まあ、皆様方から、まあ、ターンオーバーについてとか若手選手の起用についてとか、まあ、今までこの4年間こう構築してきた守備面、また戦術面と、まあ、さまざまな皆様方からのご意見は、クラブにいただきました。まあ、本件につきまして、まあ、本当にね、まあ、監督は日々こう練習を通じ、そしてその試合試合の中で、ベストなメンバーを選んでいく中で、試合を行っております。まあ、今後はですね、まあ、そういった中、まあ、よりチームがこう成熟していき、またこう戦術面も改善をしていけるものだとクラブは判断しております。まあ、ACL で本当に今回1ヶ月間という期間の中で若い選手出場機会もありました。またチームがこの1ヶ月間の中で、本当にこのお互いの連携であったり、一緒に行く中でのコミュニケーションであったり、またチームがやっぱより攻撃的に行けるためのこうみんなの意識であったり、まあ、そういうものっていうものをこのしっかりと、まあ、確認もしながら、また ACL の次のステージに行けるという結果にもしっかりつながった中で、また7月17日のこけら落としに向けて、準備していけるというふうに思っております。まあ、そういった意味でも、現行のこの体制でですね、クラブとしては、ベストを尽くして戦っていきたいというふうに思っております。まあ、当初掲げた目標順位は、落としているのが現状ではありますけども、まあ、後半戦はですね、
まずはやっぱりこう ACL、 来年の ACL 出場圏内というものをチームでしっかりと目指し、一試合一試合戦っていく中で、やっぱり、まあ、ACL でも経験した若い選手がどんどん試合に絡んでいくことっていうものが本当にチームに底上げにつながっていくと思います。まあ、そういった中、まあ、チームの中で競争意識、またしっかりとした、攻撃的な部分をより後半戦出していく中で、本当こうチーム、そして、クラブ、サポーターの皆さんがですね、一丸となって、終盤この後半戦を戦っていきたいというふうに思っておりますので、ぜひ、後半戦も熱いご支援ご声援のほどよろしくお願いいたします。セレッソ大阪の森島弘明でした。